ちはプラモアイドル工作地外市今日も始まりましたマケンチ TV。 今日はさっきの動画でちらっと紹介したこちらのですね紅白シナンジュさんのメイキングをお送りしたいと思います。もうねもうすでに可愛さが溢れてるこの新年の飾りなんですけど、こちらはですねこうやって作られているんです。じゃじゃーん、時間ないのでサクサクっとね組んでいきたいと思います。そうね、何やらねちょっと印をつけてあるんですよ。ヒッ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 。まあどうなっていくかはねあえて言わずに進めていきたいと思いますので、最後まで見てはぁーとなってくださいという感じで作っていきましょう。まあサクサクっとねとりあえず組みますかね。なんか印があるのは結構無視しつつ、まあ、SD なのでまあ普通にね組んでいけば早く出来上がるとは思ってます。パーツも少ないしね、なんで見つけたところ切っていきます。でこのシリーズはこれタッチゲートになっていて、基本的には手でキュッて取っても取れるようにはなってます。ただまあなんかニッパーの方が切りやすいかなと思うのでニッパー使ったらいいかなと思います。作りながらねエンブレムどうしようか迷ってるんですよね。そうどうしようかねどうしようかねっていうのを作っています。サクッと作ろうと思ったらどうしようかな、ちょっと作りながら考えます。もうとりあえずで切ってますね今ね。もうひとまず切って後で考える。2019年の工作も迷いはないのでひとまず切ります。まあねひたすら私はもう作るしかないんですよ。みんながこうやってね動画を見てくれるからそれを楽しんでもらえるような何かをずっと作り続けるしか私にはできることがないので、毎日のようにねこうやって動画を撮ったりあとは作ったりでいろんなイベント行ったりっていうのをずっと頑張っていきます。なので時間がある時とかに見てもらえたらすごく嬉しいのと、あとは皆さんの力でですね私のこととかプラモデルのことを広めてもらえたらいいなと思うので、またぜひ作って楽しかったよとかそういうのをね Twitter とかインスタとか Facebook とか何でもいいので模型楽しいよって皆さんが言うことが一番模型の世界を広げる力になると思ってます。私はそのねそう声を出す中心じゃないけどなんだろうな、みんなと一緒にプラも楽しもうよっていう声を一番にあげる人だと思っているのでね、私から波紋のようにこう広がってプラモを作る人が増えていったらすごい嬉しいなと思います。切り終えたので組んでいきましょう。ザラザラ。なんとなくでパーツを見つけた方がいいのかな。顔、腰、足、腕、後ろ、足、顔、胸、背中、腕、
これどこだっけ。ここか。で、また、で、こうですね。はい。そしたら、これが腰やから、腰はここですね。どうしようね、どこまでどうしようかね、迷いますね。もう一気に行っちゃった方が楽しいですよね、これね。かわいらしい、あらかわいらしい、あらあらかわいらしいですね。よいしょ、よいしょ。お顔ですね、シールとかはちょっと塗るので、まあ、後ほどつけれたらいいかなとちょっと思いながらどうしようかなと思ってます。バランスもなかなかいいので普通に組むだけでもいいキットかなと思います。では私はここから色を塗っていきますので、ちょっとバラしてですね、パーツをクリップにつけた状態でこのエアブラシの方に進んでいきたいと思います。はい、それではこんな感じで串に刺してあるのでもう色吹いていきたいと思います。
まあ最初はね、サフを吹いていくところから始めていきますね。よいしょ。で、サフは私こういうスペアボトルみたいなのを使って、で、この中になんか希釈できるようにこうね、数字が書いてあるんですよね、こうやってね。なんで、この数字を見ながら、まあ大体何対何ぐらいっていうお気に入りのがあるので、それに合わせてちょっとサフを薄めて使ってます。なんでこんなボールも入ってるんで、ただね、振って、振って、で、ここをね、緩めるとね、もう出るんですよ。超便利だよね、これね。超便利なのよ。で、今回のトリガーちゃんはですね、私がこれ、サフ用に使ってる子ですね。サフ専用。で、まあ吹いていきますね。だいぶ硬いこれ。だいぶ硬いよね。硬いので薄めます。びっくり、まあ、放置してあったやつなんで、ちょっとね、痛いよね。硬いのでざっくり薄めてから使っていきまーす。よいしょ。薄めてくると、潰しました。うん。何やらこうね、マスキングが貼ってあるものもあります。
終わりました。へへへ、なんかパーツ残ってますけどね。えへへへ。続いてホワイトいきたいと思います。これもね、もうね、薄めてあるんですよ。こうね、よく使う色とかはもうね、こういう瓶とかでも薄めといて、で、すぐ入れて使えるようにしてあります。よし、ではね、結構一発では白として発色しないことが多いので、ちょっと何回か塗っていきます。消えて、まあ、白になったかなっていう感じですね。元がこっちなので。そう、もうこれを並べた時に気づいてると思いますが、紅白のシナンチュを作っておりますという感じなので、まあこれもうね、乾いてきてるんで、もうね、あとはこのね、シールのエンブレムのところの金色だけは塗っとこうかなと思って、黒入れるとちょっとね、重くなるかなと思って、とりあえずこのね、金色のところをまず塗っていこうかな。で、塗ってみた後にちょっとどうかなっていうのを見ながら
一部こうやってマスキングした子もいるので、とりあえずめくっていこうかな。ちゃんとできてるかな。すごいアバウトなマスキングをしたのでちょっと不安なんですけど、本当アバウト。ほらビロリロリロン。あ、でもいい感じじゃない。なんとなく真ん中にこうラインがね入るようになってます。なんでこうね左右で紅白になってます。ほらシナンジュってさ、ステインスタシナンジュステインがあるから白でも別にいいじゃない。でも赤でもあるじゃん。ということでこの子を紅白にするとなんかめでたいのかなと思って、そう、これにしたんですよ。どんどんめくっていきますね。結構爪のところはね、アバウトにやってるのでちょっと歪みがありますが、まあ、ご愛嬌ということで、そこまでね、精密にしっかり作りたいっていう感じで作ったんではなくて、もう新年のご挨拶用に今作ってます。きり。出てれば正直いいんですけど、こうねめくるときって楽しいよね。こうマスケをこうねピロン。え、結構な紅白感出てきたんじゃないですか。全部ちょっと色が入ってます。じゃあここからはエンブレムのところですね。ちょっとこういうところだけ金色を入れていこうと思います。金色はシャネルカラーの、リトリビューターアーマーというですね、ちょっと高価な方ですねを使っていきます。ね、この木がね、まあ綺麗なんですよね。で、ひたすら振ると、あ、お水とペーパーを持ってきたので、これでですね、筆塗りしながらちょっとゴールドのところですね、足していきたいと思います。どこがあるんだ。このここもあるよね。多分エンブレムっぽいなと思うとこ取っていけばいいかなとは思うんですけど、ちょっと自信がないですね。出っ張ってるところをなぞっていく感じなので、ちょっと力強くっていうよりはさらっと描いていけば多分ね、はみ出ずにいけるんじゃないかと思います。うん、見える。
書いてない時しか喋れないですね。かっこいいわ。いいわいいわ。ところだけですね、ちょっと金色に塗っております。よし、では一回組み立ててみますかね。どうなのかしら、どうなのかしらかしら。うん、すごいすごい、わかりやすく白赤みたいになりますね。ほほほほほほ、結構なあの場所を全部白赤みたいな感じでしたので、それなりに面白いとは思うんですけど、これ目だけ貼っとこうかな。ね、塗ればいいのに塗らないで貼るっていう。でもね、目だけなのね。あー面白いかもしれない。半々だよ、半々。元の赤色は活かしてるので、そのままこうね、縦にラインが入ってます。で、これもここで縦にね、ラインが入ってます。はあ、いい感じじゃん。結構いいじゃん。ちょっと思ったより可愛い感じになってます。外しちゃったパーツが結構あるので、止めながらね、いきましょう。よいしょ。で、これがここに、こうして、ここで、差し色になると思って、なんで白側なんですけど赤で残してあります。白の方が良かったかな。気をつけんとこかしら。そしたらね、そうね、つけない方がいい気がする。やーめっぴって、なんかまあ半分はステインで片方は普通のシナンジュみたいな感じなんですけど、これだけで終わ
わってもね、まだね、正月感が足りないなと思ったので、私は100均でじゃん、お正月飾りを買ってまいりました。これをね、ちょっと脱退させたいなと思ってます。どうしようかな。別にこの上にこうやって置いてあるだけでもかなり雰囲気出るけどね、これね。でもこれだけで可愛いわ。可愛いわ。ね、でもなんかこの飾りをつけてみたいなと思っているので、ちょっとこれをグリグリと奪い取ってですね、つけてみようと思います。どれかしらこれ。あと100均さん硬いですね。そしてなんか藁のいい匂いがします。新年感あるわ、この匂い。どうやって取れない？でも結構貼っつけられてるのかもしれないですね、これね。ホットバンドが見えますもんね。じゃあ、ちょっとゲットしたぞ、私は。これこれこれ、これが欲しい。すごいことになってる。えらいことになってますが、ここが欲しくって買ったようなものですね。この辺、この辺ね。これをちょっと綺麗にしつつ、つけてあげたいなと思っています。正月飾りと戦っております。ちょっと向きを変えようかな、これ、ね、ちょっとねじりながらなんとか雰囲気を変えようとします、しております。これも長いからいかんのかな。ちょっと形を変えました。形を変えてもどこにって感じだよね。
ありがとう。これはいいぞ。これじゃん。あ、かわいい。現象が曲がってますけどね。シワあるけど。どうですかこのかわいさ。これをこの間とかにこうやって置いておいたらいいんじゃない。あ、かわいさ、かわいさやばい。これじゃあこのままちょっといけるようにこれだけ。破壊してしまいました私が。いやでもまだまだいけるっしょ、いけるっしょ。大丈夫大丈夫、君はまだ使える、使える子だ、君はまだ使える。よしよし、いい感じ。これはもうこれで完成じゃの。よし、じゃあちょっと片付けして。紅白の指南所を作ってですね、正月っぽい飾りを作ってみました。たまたま家に結構木材とか置いとくタイプなんですけど、いい感じの木材もあったので木材の上にですねこうやって置いてあります。なんかこうやって置くだけでね雰囲気出るよね。いい正月飾りができた気がします。じゃーん、しめ縄いい感じ。じゃんじゃんじゃーん、くるり回そうかな。迎春、迎春指南所でございます。くる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 、はい、まあ、指南所と百均のあのしめ縄をね、あーらまた倒れた、よいしょ、はつけてないじゃない。まあ指南所と百均のしめ縄を使ってこんな感じに作ってみたんですが、まあ、皆さんもねこれ簡単なんですけど楽しいあのプラモを作ってまた季節感を味わってみたいとかってしてもらったらいいかなと思いまーす。ということで、今年もマケンチ TV どうぞよろしくお願いします。よかったら高評価とかですね、あとはチャンネル登録もお願いします。以上マケンチ TV でした。またねー、バーイ。